平たく言うと戦闘が面白くなかった。サンドバッグ状態っていうんですかね。いやそれはちょっと直せへんかもなみたいな。絶対嫌われるだろう。ヴィレッジがどうあるべきか、死に物狂いであると。コロナでやっぱり会社としては、まあ、自粛期間っていうのがあって、まあ、そこで開発もね一旦ストップしちゃったんですよね。家で悶々とヴィレッジのことを考えるしかない期間っていうのがもう結構本当ね1ヶ月以上あって、まあ、自粛開けてみんな集まった時にやっぱヴィレッジ今のままじゃダメだよねっていうのはみんな、まあ一致したんですよ。でそれでもうどうすべきかっていうのをみんな家で考えたことぶつけ合って、ちょっと直そうぜってなったんですよね。まあ、初期のヴィレッジでは、まあ、死に物狂いっていうコンセプトを具体化するために、まあ、どれだけプレイヤーの人に、まあ、焦りと恐怖を与えられるかっていうところで、まあ、敵をどれだけ勢いよく恐ろしく襲いかからせるかみたいなところに一番力を入れて制作していました。まあ、制作過程で一回フォーカステストという形で、まあ、一部のプレイヤーの皆さんに遊んでもらったことがあるんですけど、まあ、そこで得た反応としては、確かに敵はものすごい勢いで襲ってくるんだけども、逆に考えることが少ないという反応が多かったんですね。で、まあ、そこでなんとか、直そうとしたものを、品管の皆さんに見ていただいたんですけど、でその時にこれはまずいなというのを強く感じました。開発から聞いてた事前の自信とその内容っていうのが、まあ、やっぱあまりにも乖離している。初めてヴィレッジの戦闘を触った時の印象は、とにかく敵が多いで、敵がすごく攻撃的に攻めてくる、でこっちの弾は少ない、でしかもその戦闘が面白くないということで、本当に面倒くさくてつまらない、相当しんどい内容になってました。サンドバッグ状態っていうんですかね。そんな感じに見えましたけど、ね、大きな変更っていうのは当然プロジェクトマネージャーとしては警戒するところなんですけど、やっぱりその問題点が明確に見えてる以上はそれをまあ放置したまま最終的にゴールさせるっていうのは、やっぱり選択しづらいので、まあ、挑戦すべきだろうなという結論にはなりました。まあ、今思えばやっぱりちょっとやりきれてなかったんでしょうね。そのヴィレッジがどうあるべきかっていうのはみんなおぼろげに見えてきてたんですけど、作りきれてなかったんだと思うんですよ。まあ、やはり開発は自信を持って作っている、まあ、日々心血注いで作っているので、何か意見するというとやっぱりいい顔されないことが一般的には多いですよね。でカプコンはその中でも相当やっぱ開発の理解が進んでるとは思うんですね。ただヴィレッジの場合はもう時期が時期、もうかなり追い込みの時期に入っているタイミングというのもあり、相当やっぱりこれは反発食らうんじゃないかなと。まあ、焦ってましたけどね、多分焦ってたと思います。まさかこのタイミングでこんなこと言われるかって、これ直さな本当にあかんのか、今でも十分できてると思うけどっていう思いもあったと思いますけど、でもその反発にもめげず、言わないといけないことはしっかり言えるメンバーっていうのを品管の中でも選抜して、その会議には臨みました。もう直す、どうせ直せたらもうしっかり直そう、ちゃんと直すための一番最速で最小限の方法を考えるっていうところからスタートしてる。懸念っていうところの本当の理由は何なのかっていうところやっぱみんな探しに行くんですよね。ホラーってその行きたくないけど行かなきゃいけないっていうのが基本だと思うんですよね。でもそこに行かなきゃいけないっていうのをどう提示できるか。やりきれるんだったらどこまでもやりきりたい、喜んでくれる人たちがいるって言うんであれば何としてでもそれやりたいっていう。脊髄反射的に行動するんではなくて、生き延びるために悩んでもらって迷ってもらって、その末に恐怖と危険を乗り越える、そのステップを全てワンパッケージとして死に物狂いであると、
その修正後にはどんだけそこにプレイヤーの感情が乗るか、感情を喚起させるようなそのストーリーテリング、あるいはレベルデザインができるかってところは非常に大きなテーマとして取り組みましたね。間を作る、そのただただ敵を勢いよく襲いかからせてプレイヤーを焦らせるんではなく、襲いかかってくるんじゃないか、あるいはこの先にいるんじゃないかっていう間を意図的に作ることによって緊張感を作って、でそこにで逆に実際に敵が出てきたら一気にそこにあの勢いをつけて、その緩急を重要視するっていうところを意識するように作り直しました。そこで初めて得られたような気がしました。これでいけるわ、これでいいよねって、来た、なるほど、こういうことか。最終的には、まあ、いろんな工夫ができる上での死に物狂いっていうのが達成できたんじゃないのかなと。ヴィレッジがバイオハザードになったなって、もともとこういうゲームだったかのように綺麗に収まったと思いますし、最終的には全部やってよかったと思ってますし、全くもって成功だったというふうに思いますけど、うん、今のヴィレッジだったら自信持って出せますね。こちらから相当数の課題を挙げさせてもらってたんですけども、まあ、本当に短い期間で、まあ、かなりの部分が改善されていて、で中には素晴らしい出来栄えに変わってるところもあって正直驚きました。まあ、品質管理部と開発っていうのは立場は違えど、いい商品をお客さんの元に届けるという目的では一致してるはずなので、まあ、今後も我々は忖度せずに、もっとこうした方がお客さんが喜ぶんではないかとかっていうような意見を開発に嫌われながら怒られながらも遠慮せずにこう返していこうかなと思ってます。やっぱり品質管理部の立場から本当により多くのプレイヤーの方に楽しんでもらえるっていう観点から、まあ、こんなこと言ったら絶対嫌われるだろうということも承知の上でこうした方がいいっていう意見をもう出してくれた、いいものに仕上がるっていうところではもう絶対に必要なものだったというふうに思います。本当にいいものを多くのプレイヤーの方に届けるように頑張っていきますので、ぜひご期待いただければと思います。